木本さんお疲れ様でした、うん、お疲れ。いやー来やがったね。来ましたね、うん、全日本プロレス。全日本プロレス、まさか突然あそこで来ると思いませんですが、一応状況を整理すると、木本さんの試合後に、全日本の世界タッグ王者の、野村選手と青柳選手が、ベルトを持って、やってきて、21日の全日本の大会で挑戦させてやるみたいなことをね。いやそうだね、はい、まあでもそれはね結構当然っていうか、まあ、あいつは負けてるからね青柳。そうですね、ドームで、うん、そうそうそう、はい、それはもうあいつからとってはね、それはもう悔しかっただと思うよ。挑戦させてやるって偉そうに言ってたけど、はい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 。でも俺ちょっと見てこれ、これ看板、リーブの看板じゃないですか。かっこいいね。俺が真ん中立って。本当だ。ガッチリ。いい宣伝になるね。ありがとうございます。本当。はい。リーブ様。リーブ。で上になんか全日本いるのがちょっと気に食わないよね。うわ確かに。しかも一番左になんかいるじゃん。あれは。なんかさっき見た顔だよね。あれは青柳選手ですね。あつきの隣にね。ああなるほど。あの野郎がいるわ。確かに。なるほど。いやそういう。もうあれですね、うん、試合終わりにもかかわらず本当にお疲れのところありがとうございます。いやいや、はい、で、うん、やっぱり実際乗り込むわけですよね。いやもちろんなんか、はい、あいつらがなんかチャンピオンだっていうのは仕方ないけどね、はい、なんか指定してきやがったじゃん、はい、3月21日大田区、はい、総合体育館、はい、うん、いやまあでも青柳の気持ちはわかるよ。だってそんなん全日本のね同士でそんなんやっててもね、うん、本当にこうビジネスとして、はい、こう上がらないっていう気持ちがあるからあいつがわざわざ今日行動出たんだと思うよ。なるほど。そんなもう全日本ねもう 年間、はい、もう年々とねもう年々で次々とこう対談していく選手多いじゃん、はいはい、だからなんか問題があると思うんだ俺。いやあるでしょと思って なかったらずっといるじゃん。なるほど。いや本当内部の状況は分かんないけど、はい、なんかあると思うの。そうか。そうでこうねと、あ今年はこいつが抜けたか、今年は抜けたかって、去年なんかジェイクリー抜けたからね。そうですね。もう本当にエース主力のね、だからなんかあるの。だから全日本の中のビジネスは上がらないのに、はい、なんかごたごたでね、俺が挑戦するって言ってあげてんのに、はい、なんかもうごちゃごちゃ言ってね、専務がね、はい、でなんかもうぐちゃぐちゃになったから、もう俺はもう絶縁してやろうかなと思ったから。せっかく俺はプロレス界を盛り上げようと思ってね、はい、こう東京ドームをね点で終わらせるんじゃなくて、はい、線にしてやるために言ってんのにね、はい、そういうことを言うからもう絶縁してやろうと思ったけど、青柳はまあ分かってたね。なるほど、うん、やっぱりこうした方がやっぱこうプロレス界良くなるっていうね、はい、全日本プロレスが良くなるっていうのが青柳分かってたからまだ安心した、うん、ただ上から目線はちょっとムカつくけどね。チャンピオンだからまあいいんだろうけど、はい、いや助けてくださいでしょうと思ったんだけどね。なるほど。ケモさん、このベルトに挑戦してくださいって、それが正しいと思うけどね。うん、ああ、分かった。じゃあ、お前らのビッグマッチの大田区で挑戦してやるよって言ってやってもよかったのに、めちゃめちゃ格好つけてるのがちょっと腹立ったから、今度まあ、あのベルト奪ってやろうってね。うん、はい。だから、整理すると、うん、それが21日なわけじゃないですか。うんうん、全日本、うん。だけど、その2日前に、うん、ノアの横浜武道館で、うん、ケモさんとソヤス選手は、うんうん、まさに、タイトルマッチありますよね、うん、GH タッグに挑戦、うん、そうだね。いやなんかでも2日後にね、そうそうそう、いやこれ結構普通に考えて今振り返って考えたら、はい、もう湧いてきた、湧いてきたって燃えてきたもう心臓なんか燃えてきたね。あ、そうですか。いや普通に考えて結構なことじゃん。いや、珍しいね。言ってもね、はい、ノアのタッグのベルトで、前言ったノアで一番の最高のタッグのベルトじゃん、はい、で、全日本でも一番ね、最高峰のタッグのベルト、タッグのベルトが最高じゃん、はい、そうです。そう、日本とも歴史もあるしね、はい、世界タッグなんて、そのね、2本をね、はい、2日、もう3日間の間に2本挑戦できるっていうのがすごいよね。そうですね。ね、いやこれは本当にこう、この3日間の間に挑戦できるっていうことに対しては、はい、まあありがたい思いで、はい、2つのベルトに挑戦するっていうのはね、はい、まあ、両方チャレンジャーだからね、そうですね、そういう気持ちを持ってやっぱ臨みたいなっていうのはあるね。今日の青柳はムカついたけど、はい、まあその気持ちあるよね。
いやそれで、うん、キヨさん両方とも勝っちゃったらすごいじゃないですか、うん、いやいやだから今日言ったじゃん、ソヤがまあね、GHC のベルトも挑戦してやるって言って、はい、世界タッグも行きましょうよって言って、はい、そしたらソヤが統一してるって言ってたじゃん、はい、それ面白いねと思って、はい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 、あんなもうタッグのベルトはね、はい、もうプロレス界に何本もいらないよ、はい、もうね、いや言ってもね、はい、もう伝統もあるね、はい、団体のね、はい、タッグのベルトだけど、はい、何本もいらないよ、統一してやるよって、はい、もうそういう気持ちなんで、はい、でパッとひらめいた、はい、あのその名前が、はい、GHC 世界タッグ王者どっかで聞いたことある感じの統一の、どっかで、待って待って、どっかで聞いたことある、はい、どこで聞いたことあるんだよ、どっかで聞いたことあるんだよ、何かと何かが統一して世界がついたん、世界がついたんですよね、どっかで、俺どこも聞いたことないけど、ないですか、うん、だから GHC と世界タッグだから合わせて GHC 世界タッグ王者って言ってんじゃん、まあまあそのまんま、そのままはそのままなんですけど、そうそうそう、どこって今回が初めてでしょ、そのネーミング、 IW 世界とかなんか、あ、いやいや、俺そんな聞いたことないよ、あ、聞いたことないですか、ね、まあ、あるようなないような、いやだからまあね、はい、俺があの初代 GHC 世界タッグ王者になってやるって、なるほど、でもこれ本当もう2つのベルト取る気満々だからね、両方取ってマジでやって、もうプロレス界をまとめてやろうかなって俺が、あ、なるほど、そのぐらいの気持ちで臨まないとね、はい、うん、ノアはねもう上がらないからこれからね、そうですか、そう、今書き込みが来てましたね、うん、IWGP 世界ヘビー級って書いてる人がいます、世界ヘビー級タッグ王者、これは何それ、いやタッグじゃないですけど、IWGP 世界ヘビー級、あとガウーさん、内藤哲也年表の時世界どうこう言ってたような、確かに、おい、え、ガウー、おい、ガウー、お前面白いな、お前は面白い、確かにガウーはお前面白いよ、本当にその通りですね、うん、全くその通りの素晴らしい指摘が入りました、いやガウ今の面白いね、ちゃんと敬語チャンネル見てくれてるね、見てます、一本取られましたね、一本取られてました、ちょっと、はい、いやもちろん知ってるけどね、はい、とぼけてってるけど、まあまあ、突っ込まれたから、まあまあ、あれだけど、確かに、あ、今のは受けた、ガウはまあ面白いわ、すごい、まあでもそれとは別だからね、タッグだからね、はい、今日はだって前哨戦だったじゃないですか、でね、がっちり勝ちましたからね、いやそうそうの前哨戦でね、ソヤがね、やっぱソヤ勢いあるよ、今日っていうか最近、はい、うん、だからもう本当にこうソヤにねタッグしても勝てるぐらいの感じになってきてるからね、まあ、今まではそんなんじゃなかったから、はい、ソヤとねタッグ組んでもやっぱ俺がってやってたけど、はい、ソヤの勢いはもう本物だからね、そうですね、これマジで本当2本取っちゃうよって、はい、まずはね3月19日のね、はい、横浜武道館だけど、はい、今日も前哨戦勝ったしね、はい、次のラジアントでもね、はい、もういい流れに持っていけそうな感じがするもん、じゃあちょっとあれですね、そのタッグ戦線これから注目ですね、いやもちろん本当今度のね横浜武道館マジで注目だと思うよ、あ、そうですね、19日横浜武道館、いやそう、はい、だって GEC のタッグ俺たちが取ったらね、はい、マジでリーチだから、統一からにリーチか、あの伝統のある、ね、メジャー団体のね、はい、あの3団体あるじゃん、はい、その2本まとめちゃうから俺が、すごい、いやまずは19日、はい、暑いです、そうそれはまたアベマで放送もあるんだね、あります、はい、あの本当遠方のやつはねアベマで見てって思うよ、はい、いやマジ無料です、ね、無料です、あ、無料で、はい、おー、はい、いいね、そう、キムさん、あと、うん、どうしてもやっぱり今日は触れなきゃいけないなっていうのはやっぱり原田選手がね、引退、うんまあね、されました、ね、あの見てましたか、いや見た、はい、いやもう会場行ってみたね、あ、そうですか、隠れながら、うん、1分間のエキシビジョンということでね、うん、1分だけでしたけど最後引退試合が、うんはい、できたっていうことなんですね、あのケースは、うん、あの痛みはないけれども、あの病院で、うん、検査で首の故障が見つかったっていうケースで引退なんですけど、うんうん、やっぱ同じプロレスラーからそれを見てどう感じるんですか、うん、いやもう本当どっちもどっちなんだよね、やっぱりこうなんか悪い言い方だけどね、かわいそうっちゃかわいそうなんだよね、はいこれまあ、原田なんてね、うん、これからがもう本当旬じゃん、はい、ノアジュニアをまとめようとね、はい、盛り上げようという先頭走ってやってたじゃん、はい、それは誰でもが見ても分かるよ、はい、でもねやはりやっぱ怪我だから命を落としてまでやることではないと思うの、はい、プロレス、はい、だから本当に MMRI 選手全員取ったの、あ、うん、そうですか、ノアの所属選手、はい、でもね本当にまあこれで命を守れたっていうのを考えたら、は
すごい良かったことだなっていうのは思うのね。だからもうかわいそうではあるけど、でも本当に原田のね、大輔プロレスラーじゃない原田大輔の未来を考えると、なんか言いづらいけど、まあ良かったなっていうことしか言えないよね。そうですよね。そうなの。これはもう本当にね、もう何もちょっと言えないね。そうですよね。まあでもポジティブに考えてね、これからのね、あの将来ね、いろいろこうなんかやっぱ原田大輔のね、この強いね、やっぱり芯がしっかりしてる男だからね、なんか、またプロレスラーじゃないところで花開かせてもらいたいなっていう気持ちにはなるよね。第二の人生を応援したいですよね。いや応援したい、本当これ見てる草郎どもね、何やるか全く知らないよ、話もしないしね、でもね、なんか応援してあげたいよね、あげてくれっていうのを言いたいね。ああそうですね、そうだね、本当だ、確かに。あ、山田さん、ノアにそういう検査の体制があるっていうことを聞いて安心しました、いやそうなんだな、本当。マロンさん、最後の片山ジャーマンのシーン、まだ泣ける。いやね、もう武藤さんのムーンサルトムと同じような状況だったもんね、これやったら、ね、小峠倒せたかもしれないけどね、でもやっぱり将来がある、未来があるってね、そうです、それを考えてやらなかったっていうのはもう、それはもう原田大輔でね、いい判断したなって思うよね、そうですね、素晴らしいシーンだったと思います。さあ、木本さん、あとは、何せ15日に公開収録あります、あ、本当だね、公開収録、仙台で公開収録あります。ね、多くの人に来てほしいですけど、今見てる人1300人いるんですけど、来るっていう人いるかな、もし、いや、ね、来るっていう人いたらぜひちょっと剣王チャンネル初のね、イベントだしね、しかも年表を本人の目の前で、しかも俺の師匠だからね、新崎人生の目の前でこう言って、俺結構知ってんじゃん、新崎人生のこと。そうですよね、本当にこう、悪いこと言っちゃうかもしれないもん、怒ること。だから本人の目の前で言って怒られる姿見れるかもしれない。慶応さんしか知らないことをありますよね。いや本当、この前も徳島帰ってたからね、結構年表作るために新崎人生情報は仕入れたつもりなんで。あ、そうですか。それ言っちゃうかもしれないよ。そうですか。で怒られちゃうかもしれない、そこでイベント打ち切りになるかもしれないって。それはないけどね。すごい。あ、行きます、行きます。ありがとう。北海道から行きました。おお、すごいな。そうで、今日なんで、いろいろツイッターとかYouTube で質問が来てたりするんですよ。それこそ子連れで行ってもいいんですかとか、席はオールスタンディングですかとか、お酒飲みますかとか、はい、あるんで、まあそれについては明日、明後日かな、明後日ぐらいに YouTube で全ての質問に答える。詳細をね、ケンオチャンネル、イベントの詳細、はい、まあ、ちなみに子連れでまた出せって言うけど来てもいいけどね、それは言っててもいいよね、はい、今ね、そう、はい、来てもいいの、お子さん連れで来ても大丈夫です、そう、だから、はい、その人はお子さん連れでもいいから今ね、はい、今のうちにねこう準備してもらいたいなってね、はい、あるよね。そうですね、はい、なんでぜひ行くか行かないか迷ってる人とかはぜひその動画を見てほしいですね。あとこれだけ言ってきましょう、東京から東京に帰れます、帰れますね、はい、21時50分ぐらいの終電ね、はい、そのぐらいにはちゃんと終わるようにしてるからね、はい、イベントが終了後東京には帰れます、だからまあ言ったら昼、昼休取ってね、仕事のね、はい、昼休取って行ったら間に合うっていうね、はい、時間帯でやってるから仙台、はい、なんでぜひ多くの方に、はい、来てもらえればなと思います、はい、さあ、今1300人の、はい、方が見ておりますが、はい、はい、さあ、あ、キムさん、はい、それじゃあもうそろそろ、そうだね、はい、あれなんで、まあね、全日本の大会が今日ありましたが、大会じゃない、全日本の選手が乗り込んできましたが、はい、見ているファンの方に最後、一言お願いします。いや、今日ね、全日本のやつら来て、もうこれはもうね、世界タッグ挑戦はもう決まったでしょ、向こうもいいって、こっちもやってやるって言ったんで、だから、まずはね、俺たちは統一するって言ったけど、まずは3月19日、横浜武道館、北宮、稲葉からね。GHC のベルトを奪う、それがまずは最優先、はい、そこにまず照準を置く、そしてその2日後にね、はい、世界タッグ、はい、青柳優馬とね、野村、
あいつらを倒して2本のベルトを巻く、はい、いや3本か、世界タッグ2本あるもんね、まあ、だから3本のベルトを巻いて、はい、その名前、あの統一してある名前なんだったっけ、うん、そうだよね、そうだよね、はい、あの今電話来たからちょっとあれですね、はい、あの GHC 世界タッグ王者になってやると、はい、初代 GHC 世界タッグ王者になってやる、はい、おい剣王チャンネルを見ているクソ野郎ども、おいこれからはな GHC 世界タッグ王者になる剣王、俺についてこい、剣王じゃんけん、じゃんけんチョキ。